皆さんこんにちは。スプラトゥーン3ができる時間残り1分前となってます。あ、なった。なった。やろう。できるかな。000。いけ。え？あれ？000。いけ。いけ。チェック中。あれ？000だ。いけ！頼む！行くんだ！なんで？なんで？なんでなんで？あれ今日9月9日だよね。間違ってないよね。9月9日やんけ。12時回ってるから、いけ！ 1 分なった。1分なったぞ。なんで？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 どうしてんだいの？前夜祭ならつく？あれ？前夜祭ついた。あ、ちょ、こっち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 。いけ。12時だよ、回ったよ。ついたできるできるぞ、ついにスプラトゥーン3マジに回った。え、なに？スプラトゥーン2のセーブデータが見つかりました。このデータを本作に引き継ぐことができます。プレイ時間7861時間。これ映しちゃうけど、いいのかな？ゴールド武器地ライセンスが3つもらえるらしいです。そしてバンカラマッチに、他の1人も、早く参加できるみたいなので。悩むな。1からやりたいっていう気持ちもある。待って、ここから悩むのか、俺。ゴールド武器地ライセンスは欲しいな。三つもらえるのか。いや、悩む。いや、もうこれ引き継ぎますかって言ってるけど、引き継いだ方がいいのか。でも新しくやりたい。どっちがいいんだろう。ちょっと待って、どっちがいいんだ。どっちがいい？やめとく？もう一からやるっていう、そのなんか自分の新しい新規一点をやるか、もう武器地ライセンスとかゲットして好きな武器をもらって、俺はもうすぐガチマッチをやりたいって気持ちもあるのよ。うん。で、もちろんやっぱ実力が近い人と戦った方が俺的には、あと、俺的にもだしみんな的にもいいと思うんだけど、でもほら、スプラトゥーン3は3で、2は2じゃん。引き継ぎ悩むいきなり悩まされて。やめとくか。一回もう初めてやる人だもん。日本。はい、日本に帰りました。俺は、みんな、多分、いろんな武器持ってやると思うけど、俺は一からやります。せっかくなので、ここは、楽しく、3の実況を始めていきたいと思います。来たー！もうね、テンションがおかしくなってる。深夜の12時ですよ、今。深夜の12時です。なので、あ、帰れる髪型。でもこれね、前夜祭でね、俺で髪型変えたんですよね。イカちゃんですね、僕は。で、ここ。で、目はピンクにしました。もうね、何にするか決まってるのでね、ここはね、サクサクいこうかなと思います。どれだっけ？これかな？眉毛も、普通のだった気がする。いや、待って、眉毛どっちだっけ？眉毛どっちだっけ、みんな。眉毛どっちかわかんない。あ、でも最初の方が好き。ってことは、前もこれだったんだな。で、ズボンは、多分、最初のやつだな。俺ね、結構ね、こういうのいじらないタイプなんですよ。あ、鮭。こじゃけも、僕は覚えてまして、これ前夜祭でも決めたんですけど、この、おばちゃんヘア。おばちゃんヘア。いや、最近の原宿とかにいる、センター分けファッションヘアに変えました。よろしくお願いします。バンカラ地方に来ました！あ、小鮭ってこんな走っていくんだね。ちょっとここからやっていこう。相棒の小鮭に注目だ。これはね、ジャイロ操作をしっかり合わせて。ここでは確か、ジャイロの感度を変えれないんですけど、後でね、ロビーの方で変えることができるので、皆さん安心してください。そしてここ！てか待って、普通に初心者の子いると思うんだ。スプラ3から始める子いると思うし、スプラトゥーン2で、イカロールってどうやってやるんですかって言ってた、ことか、視聴者がいたの。だから俺は、ゆっくり、やっていこうかなと思うんだけど、とりあえずイカ状態にはなるじゃん。イカ状態で進んだ方が早いんだよね。
皆さん、イカの方が早いです、これ。イカの方が早い。オッケー、覚えといてね。で、なんだ?こじゃけ。こじゃけ、そこの、ボックス。そこに、武器があるのか?見るのは二度目なのですが。あ、若葉シューター。もう、うなチャンネルおすすめはこれ。一番最初にゲーム上手くなりたい人、これ、おすすめです。でジャイロ操作を。うまく使って。多分最初ね、ジャイロ酔っちゃうと思うのでね、初めてやる人は。俺はもう初心者の方のために、なんかこうやってやるんだよって動画も出していけたらいいなって思っているので、まあ、ゆっくりやっていきましょう。ゆっくり。経験者の方も見て楽しめるような動画でもあり。もうね、スプラトゥーン2やってたからね、俺は。こういうのは慣れてるので。ここだけはサクサクいきたいと思うんですけど、そうだね、イカロール。イカロールだけちょっと教えておくと、進行方向こっちだとして、逆方向にジャンプをするんですよ。逆方向にこうジャンプをすると、左に進んでるけど逆方向に行く。これが前だと、後ろに入力するので、そしたら、感性を無視して後ろに行くことができる。これが、イカロールです。イカロールここでは教えてもらえないのでね、しっかり学んでいきましょう。こうですね。OK。これさ、今思った。イカロールしながらジャンプ打ちしたら、なんだろう。新しい挙動、俺今発見した。これはまた今度解説しようかな。まあ、個人的に、うまさで言うと、中の上ぐらいなので、僕の腕前は。中の上ぐらいなので、上級者すっげープロみたいな上級者の子は、僕の言うことは、何言ってんだこいつって思ってください。あ、これでウォーミングアップ終わって、バンカラ街に行けるので。まあ、こんな感じです。みんな、こんな感じです。もう、教えることはね、楽しんでいこう!こじゃけ!一緒に行くぞ、こじゃけ!待って、こじゃけこれ運べる?見て、みんな。こじゃけ運べる。終わっちゃった。早く行けってことやな。チュートリアルでこんな時間かけていいのかな?みんなごめんね、なんか。やりたいことをどんどんやっていってしまった。このね、電車に乗るとね、バンカラ街の方へ行けるので。え、どんな感じなんだろう?前夜祭でできなかったものができると思うので、やっていきたいですね。こじゃけは出っ歯だな。なかなかの出っ歯だな。なんか言葉に出ねえわ。すげえ待ってた。なんか3っていつ出るのかなって。出ないのに、俺ずっと出るって確信してたもん。案の定出るってなったら、嬉しかったし。うわ、すごい。飛行機あったね、今ね。ぶっちゃけ、前夜祭って、フェスの状態しか見たことなかったので、ノーマルの時のこのバンカラ街で見るのは初めてなんですよ。うわ!前夜祭じゃない!すごい!すごい!え、よろしくお願いします!あ、ニュース来た!ニュース来たよ。なんだなんだ?さあさあお立ち会い。バンカラ代表のイカシタさんにも、読めない万太郎。お前の言うのが早くて読めない。まあ、新しいアイドル、鈴鹿ちゃんと、万太郎と、あと、うつほさん。今ちょっと名前が出てこなかった。うわ、まさば大表ザトマだって今。やばい、ゴンズイチクもできるって。でも、これ俺まだできないんだ。今、レギュラーマッチでレベルを上げなきゃいけないのか。いや、マサバ海峡大橋っていうのはスプラトゥーン1の時からあって、うわって、サーブンラできる?できるんこれ、なんかギアゲットできるで?何からやってるのか、サーブンラってのもみんなに教えたい。初めてやる人ごめんね、こんな。ゲーム実況者がこんなあるまじき興奮をしている。結構僕はスプラトゥーンのこと人生だと思ってきて、まあ、いい年してるんですけど、いい年したその前世紀から、まあ、いい年してる時期までずっとスプラトゥーンをやってまして、なんだろう、俺の大人の時代を全部スプラトゥーンで過ごしてる状態なんですよね、今。さらにスプラトゥーン3を、まあ、2が5年間ってことは、3は7年間くらいできんのかな。だから7年間くらい遊んでいこうかなって俺は勝手に思ってます。あ、電池ナマズもしかしてまたいなくなったのか?おい、スプラ2でもいなくなったよな。どこでもいなくなるな。いや、なんなら1でもいなくなったな。
これ探さなきゃいけないのか。ヒーローモードもやりたい。ヒーローモードでは、小鮭を連れ回せることができるので、そっちも今回はやっていきたいと思います。あ、今回って言った？今回って。あ、待って、あ、来た。バンカラガイ到着。ここは今、急速に発展している生かした街だ。この街ではどれだけ生かしてるかがステータス。これは前夜祭の時にも教えてもらったのですが、こちらがロビーです。そして、こちらがヒーローモード。ヒーローモードで遊べるところですね。カラストミ部隊の、おじいちゃん。おじいちゃんです。さあ、他にもね、いろいろね、見なきゃいけないことがあるんですけど、まだ、いや、まず最初に、やりたいことは、ここの、感度ですね。これを自分の好みに合わせてください。僕は4と5、もしくは 4.5 と5でやってるんですけど、これは個人的に、俺結構感度高いって言われるんだけど、みんなの好みで合わせたらいいと思います。はい。そんな感じで、今回は、どうしようかな。あ、待って、散歩できるから一回散歩しよっか。ここでガイドの、この人使えば散歩できるのかな？せっかくだからさ、縄張りバトルのさ、あれ？いろんなとこ、え、待って、全部いけるよん。全部いけるよん。あ、でも、まだステージは12個か。資産12で12個。これどんどん増えていくみたいなので、はい、楽しみにしてやっていこうかなと思います。てかさ、ヤガラ市場とかさ、これフェスであったっけ？あんまり覚えてないな。とりあえず、マサバ海峡が今回できるので、散歩してみましょうか。スプラ1にあったステージが改良されてるということで。どんな感じになってるんだろう。リスポーン地点もね。あ、こっから始まるんだ。え、この上とか乗れるの？お、すごい！落ちちゃった。全部濡れるのかな？ここら辺濡れるね。一応登ることもできるんだ。あ、そうだ、さっきやってなかったけど、イカ登り。この状態で、B を長押しすると、ウィーンって上に上がることができます。これがイカ登り。え、これ普通に後ろ行きたくなっちゃうじゃん。こうやって。あ、ダメなのダメなの。後ろ行きたくなっちゃうね、こんなんね。ずるいよ。後ろ間違えて行く人いるよ、これ。絶対いるよ。あ、でもすごい、こうなってるんだ。ここは登れないんだね。自分も登れないんだ。一応、この、スポンジを使えば登れるんだ。オッケーオッケー。で、結構開けてるね。昔は金網がここにずらーって並んでたんだけども、補正されて、あれだわ。もう道になって、コンクリートになってる。おー、かっこいい、かっこいい。これ一応ビーコンにもなってるみたいなので、飛べるらしいです、このバリアの中。これでかい、いいですよね。すごい、スケートできそう。ウィーンって。あ、待って。せっかくだから、イカちゃんで行こう。ウィーン。ウィーンって。ウィーンってできる。オッケー、じゃあしたら、じゃあ右側行ってみるけど、ここはもう、反対なのか。正反対になってるから。別に見る必要ないのか。あ、でも結構広いな、マジで。広いよ。すげえ広い。すげえ広いな。うわー、やばー。え、どうする？戦ってくる？せっかくだから、戦うか。今日は戦いましょう。ロビーへようこそ。ここにはバトルに必要な設備が揃っているぞ。ここでバトルに参加することでランクが上がったらお金がもらえたりする。このランクを上げて、いろんな武器買いたいです。頑張ろう。みんな、頑張ろう。頑張ろう、本当に。ここは何？なんか食べれるよ。あ、あれか。チケットこれもらえるんだ。これランク上がりやすくなったりするから、やりたいですね。これ、どこでゲットできるのかな。やっぱヒーローモードやらないと手に入らないのかな。くじも引けるよ。お金。お金で引ける。ちょっと待って、お金がない。お金がない。わかった。お金を貯めよう。やっぱり縄張りバトルをしよう。今俺ができることは、プライベートマッチはできないから、レギュラーマッチからですね。で、ランク10まで上げれば、バンカラマッチに行けるということで。じゃあ、レギュラーマッチ、やっていこうか。俺、名前まだプレイヤーなんだね。これ、一回プレイするとゲームの、その名前を変えることができるから。ちょっと待ってましょう。まだ使えるな、このスプラ。あ、早い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 ！みんなやっとるな！
ランク1の初心者だけどいいよ俺。こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、プレイヤーがいっぱいだな。もうなんかいきなりバトルには、みんなバカバシューターみんなバカバかわいい。これ最初だけだよね、みんなバカバ使えると。そしてさっきあの散歩できたこの、何なんだっけ、マサバ海峡大橋なので、このみんな若葉使ってる状況で戦っていきたいと思う。誰か落ちたぞ、水に。相手チームもう水に落ちた。大丈夫なのか、あれは。てか、どうすればいいこれ。とりあえずボム投げて、ボム投げて前に出てみるか。オッケー、ボム前に出て、これボム投げられると結構俺らもきついので、オッケー、ボム投げてここから。お、敵いる、敵、めっちゃいる、敵めっちゃいる、敵めっちゃいる。ちょっと待って、いろんなとこにボムがあってわかんない。もういろんなとこに、いろんなとこにボムがありすぎてわからないから、とりあえず塗る。もうとりあえず塗る。どうなってるんだ、これは。あ、いる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 。オッケーオッケー。とりあえずあっちもね、頑張ってやってますね。戦ってます。これ味方の戦いに参加しに行く。オッケー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 。しっかり倒して、周り塗りましょうか。しっかり周り塗ろう。ここら辺めっちゃ塗られてるぞ、相手チーム。強いぞ。もう、ステージがどうなってるかわからないからさ。敵来てる。敵来てるから、この状態で塗る。安全な状況作ってね。もう飛べるぞ、みんな。そうそうそう、飛べる飛べる。オッケー、塗ろっか。周りジグン塗れてないな。もうマップ見るのも初めてだからな。いや、こっち側もある。待って、こっち濡れてない。ちょっと濡れてないとかやっぱスプラトゥーンやってた俺はね、気になるからやっちゃいましょう。ちなみに、几帳面な人ほどこう、綺麗に塗るらしいです。僕は几帳面じゃないんですけど、綺麗好きでもないし、でもなんか、時々綺麗に塗りたいという、なんか B 型だから、なんかいろいろあるんです。ここジャンプできるぞ。やめて。あ、ボムで倒した。待って、誰かいる。あ、なんか倒した。待って、やめて。やめて。これ守らなきゃ。バリアで守れる。これギリギリ守れないわ。ごめん。そこできるぞ。頑張れ、頑張れ、頑張れ。頑張って。やっつけて。頑張れ。ナイス、いけ。よし、よし、あ、よくしよし、よくやった、よくやった。えらい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 。えらいぞ。いいね、みんな頑張ってますね。ここで登れるのか、登れないか。登れない。待って、リスキルしてね？リスキルしてるよね、味方一人。すごい、すごいよ。ただめちゃくちゃ今攻めてる状態、いい感じの状況なので、この状況続けたいですね。飛んできた。おー、インクの飛び方がすごい。なんか回線やばくね、この子。ねえ、大丈夫？インク出てないよ、俺の画面。ねえ。で、これどうな、塗ってないよ、君。お、ちょっと。君、ちょっと、インク濡れてないよ。ねえ、ねえ、ねえ。ねえ、どうなってんの、そのインクの飛び。でも、やばい、やばい、やばい。やばい、なんだこれ、なんだ？なに？死なない、死なない、死んでない、死んでない。どうなってんの、これ。ねえねえ、どうなってんの？ねえねえ。ねえ。え、動いてる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 、怖い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 。ちょっと。試合終わんないです。試合、俺死んだ。なんかわかんないけど、勝った。なにこれ。あれは、俺の知ってるスプラトゥーンじゃな。スプラ3初めてやるから、これが普通なのかな。おかしいな、なんか。おかしい。本当に今おかしかった。マジでおかしかった。あ、4キル0ですだって。ちゃんと見れますね。イエーイ、ランク上がったー !1 個も上がっていく。素晴らしい。素晴らしいですね。これ名前変えれるみたいなので、変えていきましょう。このネーム。あ？ここでいじれるのか？プレイヤー名。あ、一応ゲームの名前、スイッチの名前カバさんなんですけど、まあ、せっかくだし、うなちゃん。うなちゃんぐらいにしとこうかな。うなちゃん。みんなマッチングしたら、俺のコメント欄にコメントしてね。俺がめっちゃやられて、めちゃくちゃボコボコにされてる試合は、気にしないでおいて。俺もう負けるから、いっぱい。みんなじゃあ、ほんと見つけたらコメント待ってます。よし。これでみんなと戦うと、コメントもらえるぞ。はい。お願いします。うなちゃん。2908だって。え？この間に2908人やったってこと？ランクアップおめでとうだって。
これで武器を手に入ることができるのか。まだ若葉でいいと思うんだ。おっとおっとおっと。ジャッジ君がなんか、あ、この子ジャッジ君って言うんですよ。ジャッジ君がなんか、びっくりマーク出てますね。お話ししてみましょう。武器屋に行ったか？ランクを上げると新しい武器を売ってくるかもしれないぞ。ってことは、もう武器変えるのかな？ま、でもいっか。俺若葉シューター普通に好きなんですよ。もう一戦ちょっと行ってみようかな。プライベートマッチできるようになりました。これで友達とも、視聴者ともできると思います。じゃあ頑張ろう。レギュラーマッチ。とはいえ、うなちゃんでレギュラーマッチをしていきたいと思う。さあ、この間にね、こう、何？このイカちゃんを、バルーンのイカちゃんを倒すことが、おーマッチングが早いね、みんなやってるね。大好きだな、スプラトゥーン。さあ、マサバ海峡大橋、再び来ました。もう結構みんな名前変えてる？プレイヤーの方いる？もういないや。みんな名前変えてるわ。俺この上に行くのが好き。この上好きなんよ。なんかよくわかんないけど、急にこの上好きなの。みんな結構グイグイ行ってるな。やっぱやってるものが多いな。俺は塗ってから行くぞ。やってる人ほど塗るっていう情報は間違っていたのかな。皆さん、このゲームは CM でも分かると思いますが、塗るゲームです。別に倒しても良くないとは言っていないので、倒す人もいるとは思いますが、僕は塗るのが好きなので、しっかり塗っていきたいと思います。やろうとも、いっぱい倒しに行くんだ。俺はここで塗る。てか、ローラー使ってる人がいる。もう新しい武器使ってるよ。いいなぁ、羨ましいなぁ。もうどうなってんの、あれ。もう味方二人やられたで。出てくるかな。あー、やれないか。オッケーオッケー、しゃーないしゃーない。持ってきますね。実は倒したい。実は倒したいと思う。あ、味方やられちゃった。大丈夫？ボム気をつけてね。ちょっとここで、バブ。あ、これ使っていこう。これで安全なとこから、待って、相手も強い。相手も使ってる。やばい、やばい、バリア壊される。やばいやばいやばい。あ、味方のバリアナイス。ナイス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 。いいよ。このバリアうまいこと使って前に進んでいこう。一人倒した。一人倒したし、左側塗りたいな。いや、一人で行きたくない。怖い。これはみんなで行きたい。来るな、来るな。よし、ここで倒せる。オッケー。バリアで倒した。一人倒した。しっかりスペシャル使っていこうよ、みんな。なんか来てる。倒そう、倒そう、それ。危ない、引かれる、危ない。ローラーってコロコロ引いてくるよね。ここできるね。ちょっと左側俺に任していいぞ、みんな。左側任して。左側任していいよ。右側頼むわ。右側。インク出ない。インク出ない。左側俺に任して。やばい、みんなやられた。3人やられた。見て、上のマーク。みんなやられた。俺ここで守ることしかできない。まずいよ。倒せる。ま、これ守ってあげる。守ってあげる。バリア、バリア、バリア、バリア。とりあえずここキープしよう。とりあえずここキープ。とりあえずここキープしよう。みんなのためにキープしよう。中へ倒した一人。オッケーオッケー。このまま前、あはははははは。やばい。やばいやばい。めっちゃ来てる。めっちゃ、もうここキープすることしかできん。オッケーオッケー、出した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 。あと30秒、30秒。マジで、まずあと30秒。ここ守れるかな。オッケーオッケー。オッケーオッケー。追い返した追い返した。ローラーもやれる。オッケー、ローラーやった、ローラーやった。危ない危ない危ない。みんな、守るよ。もうなんか全然前出れないこれ。もう行っちゃおう。いけ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 。ああ！一だ頑張れ頑張れ、みんな頑張れ、頑張れ頑張れ。どうなった？左側にしかいられなかったあれ。なんか、みんな若葉だから。いや、微妙だ！どっちだ？あ、勝った！嬉しい、勝てた。左でずっと頑張って塗ってただけですけど。やっぱ塗りゲーってことですね、スプラトゥーンは。ありがとうございました。スーパー楽しいんだけど、どうしよう。めちゃくちゃ楽しいよ。問題の試合、最初の試合何だったのあれ。すげえ今でも気になるわ。あそこだけなんか何度も見返したい。あ、ギア待って、ギア何何、なんかいっぱいついたけど、なんかいっぱいついたけどさ、もう一回やります。ランク4ぐらいになったら、武器屋さん行こうかな。あれ、いろんな人残ってる。みんなとこれプレイできるのかな、ずっと。
いろんな人いる。ねえ、みんな、みんな、おーい、元気か、おーい、仲良くしようぜ俺と。これフェスの時しか見られなかったけど、ここでも見られるんですね。ロビーにいる人全員見られる。焼き鳥、あー、始まっちゃった。8人揃ったってことかな。ということは、イエーイ、マッチングしました。ザトーマーケット縄張りバトル、よろしくお願いいたします。息のいい形がたくさんいるのかな。いや、みんな若葉持ってる。ローラー一人だけだぞ。あ、ここ。え、ここ塗れないんかい。よし、ザトーマーケット、これスプラ2にもあったステージだ。しっかり塗っていこう。後ろの壁なくなってるね。開放感がすごいわ、新しいの。ちょっとしっかり塗っていきましょうか、リスポーン。溜まるのはバリアなんですけど、しっかり塗っていきます。ここも塗って。頑張れー、みんな。みんな本当に頑張って。奴隷とは言わないけど、僕は奴隷のように、僕が奴隷。みんなは僕を扱う家主みたいな。貴族みたいな感じで。俺はもう塗りだけ忠実にやる男。なんかいるぞ。あ、倒した。ラッキー、一人なんかラッキーで倒した。あー、ラッキーで二人目倒した。二人目ラッキー。これなんか後ろいないこれ。ほら。あ、ほら倒した。ラッキー。やっぱザトーマーケットをやってただけあるわ、これ。ちょっと周り塗ってから行きましょう。しっかり塗って。ボムもちょっと投げといて。これ敵来そうだな。また左側は俺が塗ることになるのかこれ。ずっと左側は俺が塗ることになるのかずっと俺塗り続けることになるのかもしかしたら。あ、爪いるよ。頑張れ。頑張れ、ここいっぱいいる、ここいっぱいいる。みんなここ、ここいっぱいいる。オッケーオッケー、倒した倒した。まだいるか。もういない？あ、あいつだ。頑張れ、頑張れ。何それ。なんかわかんない。新しすぎてわかんない。ちょっと濡れるとこ塗ってきます。ボム投げとくか。ちょっといっぱい人来たから、これ抜けたいですね。あ、やばい、うまい。あ、待って。オッケーオッケー、ガードしながら行って。オッケーオッケー、抜けちゃおうか、一回。敵陣地塗るのも大事なんですよ、このゲーム。しっかり塗っていこうかなと。しっかり相手陣地塗って、あ、重い重い重い。回線が重いよ。こっち側塗って、やべ、どんどん塗り返されてる。ボムで塗っとこう。やべ、バリア使われた。ちょっと一周して、ここぐるぐる。お、誰かいる。待て。俺のボムは入ってないか。じゃあ、ガード張って。あれ待って、こっち側やばいね。こっち側は今度塗られてるわ。左側だ。俺が守らなきゃいけないとこだ。俺が左側守っていくって言ったもんな。左側のうな。左側のうなぎ。ちなみに僕は右利きです。負けた負けた。右利きが左でお箸なんだよ。持てないんだ。敵陣地塗れたけど、今度自分がやばいですね。あ、ナイスナイスナイス。うまいうまい。みんなうまいよ。あ、ウィップアウト見えた。これ、オールダウンしたら、ウィップアウトって出て、オールダウン。なんか、相手が全滅した時に出るので、これが出たらみんな前に出ようっていう、英語ですね。いっぱい塗れた。どうだ？自分も相手神社も塗ったぞ。なんか、スプラトゥーンらしかったぞ。俺が今やってきたこと全部。勝てたか？あ、勝った。やった。あー、楽しいよ。スプラトゥーン3楽しいよ。このままもうちょいやっていこう。本来ならここでいつも動画終わるところなんですけど、テンション上がった僕はもうそんなの関係ありません。ずっと、ずっとやり続けたいと思います。1300塗れたのか。イェイ、ランク上がった。どんどん上がっていくよ。武器、新しいの手に入れられるまでやろう。普通にさ、今回ランク上がるの早くない？最初だけだからかな。ジャンプ。ジャンプ。オッケーオッケーオッケー。あとみんな若葉だから可愛い。普通に可愛い。あ、始まる。マッチング早いよね。ちなみに猫飼ってるんですけど、猫ちゃんはもう寝る時間で寝てます。僕だけこんなうるさいです。スプラトゥーン3から始めた方、こんにちは。そして、スプラトゥーン2を見てくれて、そのままうなチャンネルをずっと見てくれてる方、こんにちは。こんばんは。もう僕はちょっとダウンロード版なのでやっているのですが、それがもう面白くてですね、終わることができません。
動画今日、多分めちゃくちゃ長いと思いますが、皆さん楽しく見てください。仲良く見てね。誰とも喧嘩しないと思うわ、このゲームで。味方がもう二人やられた。敵のボムか、強いですね。もうちょっと敵陣地いきなり行っちゃおう。バレてないバレてない、これができるのが今作よ。バレてないバレてない、まだバレてない、誰にもバレてないぞ。ま、敵にも同じことをやられちゃうと思うので、先に俺がやっておくと。はい、塗っとく。敵、まだあんまり自軍塗れてないな。ってことは、チャンスですね。ここ塗っといて。後ろからね、攻めるのもいいと思うんで。あ、味方めっちゃやられてるぞ。大丈夫か？リスキルされてないか？敵が上手いか？大丈夫か？後ろから助けに行きたいですけど、ま、塗っていった。今のうち塗っちゃおう。みんなが戦ってる間に塗っちゃおう。これがスプラトゥーン。あ、待って。待って、もう、塗る場所がどんどんなくなっていく。で、こっち塗るか。よし、こっち塗ろう。なんかイカちゃんの声しない？気のせい？めっちゃイカちゃんの声する気がするんだけど。する気がする。あ、やられてる。大丈夫？これ上いるってことだよね。今、ボム飛んできたってことは。うわ、危ない。バリアー、オッケー、バリア。バリア強え。見た今みんなバリア、これが。今のバリア完璧じゃなかった？これ。オッケーオッケー、倒した倒した。味方のカバーしっかりして、仲間がやられてるのを俺が助ける。お、来てるね。お、ボムで倒したぞ。で、後ろにも敵がいて、下にも敵がいる。あ、ナイスナイス、味方うまいぞ。助けてあげよう、しっかり。これもう敵が結構グイグイタイプだ。グイさんだ、グイさん。グイグイのグイさんタイプだ。味方大丈夫か？足元塗りたいけど。オッケー、こっから倒す、こっから倒す。こっから俺は倒す。そこいるね。逃げるな。オッケー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 。このまま敵陣地の方行きたいけど。来てるね。来てるよ。やばい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 。やばい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 、危ない危ない。ああ、今度ジグンがやばい。これジグンがやばいけど。あ、味方ナイス。やばい、忙しい支援になってきたな。なんか来てる。お、倒した倒した。うわー、イカロール間違えてやっちゃったよ。なんか残り15秒でやられちゃった。やばいぞ、敵が結構グイグイグイさんタイプだから強いぞ。これスプラトゥーンだけどキルしなきゃいけない。俺はこの時間はキルしに行かなきゃいけない。なんか倒せない。オッケー、倒した。あ、待って、いっぱいいる。なんでこんなとこいっぱいいるの。あー、せっかく俺が敵陣地塗ってたのに、負けちゃったか。惜しい惜しい。あそこでやられちゃった。俺が悪い。もう、俺が悪い。いや、俺が悪い。これもう相手チーム若葉だったね、全員ね。いやー、悔しいな。負けることもあるんやな、今日は。今日は。はい、でも、いっぱい塗れました。塗りナンバーワン、手に入れることができました。よし、このまま続けていこう。このまま、俺は、マサバ海峡と、ザトーマーケットをやって、いろんなステージをやっていくんだ。今日は、楽しいな、みんな。今日は本当に楽しいな。いい一日を送れそうだ。あと、サーモンランとかもさ、やっていきたいし、ヒーローモードもやりたいっていう、ちょっとやりたいことはたくさんあるので、始まっちゃいますね。もうね、カットができない。面白すぎて。この状況を伝えたい。カットなしのこの状況。やばい、相手に、シャーロット・リンリンがいる。四皇がいるぞ。ビッグマム海賊団の船長、シャーロット・リンリンがいる。これは、俺はカイドウにならないと勝てないな。覇気を使えないからな、俺。なんか、スプラトゥーン、関係ないの、ワンピース、俺映画見たけど、楽しかったわ。いい曲、使ってるなぁ、と思って見てました。イカの世界でもシャーロット・リンリンが出てきたので、僕は負けずに頑張っていきたいと思います。もう武器変えてない、味方！ねえ、待って、武器変えてる！相手チームにも、ザップとさ、パブロいるよ。新しすぎる。てか、リールガン取るのなんか、息がいいなぁ。かっこいいなぁ、自分の好きな武器持って。早い早い早い。あ、なんか倒した、なんか倒した。あ、ここ俺も使う。シールド同士の戦い。シールド同士。わあ、危ない。ここいるね。
ここいるよ、こう。味方押さえ、押さえ。頑張って、頑張って。頑張って。え、なんかめっちゃ当てたけど倒せない。あ、でも味方が倒してくれた。ここいる？そっちか。あ、危ない危ない危ない。めっちゃ敵いる。めっちゃ敵いる。こっちにボム投げといて。これバリアの使い方も大事なんだろうな。こっちから来るかな。え、エナジースタンドは相手の使いたいのに使えないのか、これ。早い。来るな。よし、ボム！あれだ。守った。これ俺も使えないの？これ。これは俺は無理。使えないんかい。うわあ、相打ちだ。中で相打ちだ。ドームの中で相打ちだ。あ、すごい、レーザーだ。あ、てか、やられちゃいました。ちょっと全然濡れてない戦ってばっかですね。俺の、ボムが、うまいこと破裂すれば勝てる。俺、ボムうまいんですよ。初めてうなチャンネル見た方、僕、ボムうまいんですよ。このシールドいいな。待って、突っ込んでくるな。君は突っ込んでくるな。来るな。よし、ここにバリア置く。オッケー、して倒した。この上バリア強いんじゃないか。あ、なんか入ってきた。なんか勝手に入ってきたぞ。わー、ボム！あれ、なんか入ってるよ。あい、後ろから。ナイスーって置くとこ。あ、なんかいるね。左側塗るか、このまま。ちょっとやっぱ塗らないときついか、これ。そろそろ塗らないときついよね。やってて、これ敵陣地行こう。敵陣地行く。敵陣地塗らないときつい。敵陣地塗ろう、敵陣地。あの、パブロが来るから、パブロ来るぞ、パブロ来る。オッケー。来るな。そして来るな。ここで俺はみんなの守りを固めるぞ。あと5秒。来るな。なんかいろんなとこから来てる。いっぱい濡れ。最後塗る。ヘイトも買ったし、なんか最後めちゃくちゃ狙われたけど、どうだ？終わらない。なんか懐かしい。この終わらない事件。もしかして今の間に塗られてる可能性がある。ちょっと終わんない。怖いよ、これ。怖いよ。どうだったかな。一気にピンクとかなんないよね。終わんない。ああ、どっち勝ったの。え、最後どっち勝ったか分かんないんだけど、これ結果で見れんだっけ、どっかから見れなかったっけ、これ見れません。待って、ランク全然変わってない。これもしかして本当に回線落ちて終わった？痛い。はい、マッチングしました。マサバ海峡大橋。先ほど、なぜか、よくわかりませんが、改善が落ちてしまったので、僕は、悲しいですが、マサバ海峡大橋で頑張って、楽しんでいけたらいいなって、思います。よろしくお願いします。もう、工場のごとく、俺は喋る言葉を決まってるわけではないが、もう、いかに、スプラトゥーン2の、なんていうの？もう喋りながらこのゲームをやるのってなかなか難しいんですよ。後取りとかそういうのでもなく、話しながらやるっていうのは結構レベルが高い。しかし、4000時間以上やってきた僕のこの、なんか動画いっぱい出してきた俺にはもうこんなのちょいなので、楽しくやりたいと思います。もう、結構敵来てるね。お風呂いるんだけど！お風呂使ってる人がいる。待って。オッケー、誰か倒した。これいない？ここ。あ、これ前出たかな？あ、やれる。やばい。これボム置いといて、爆発する時間ミスったな。意外と来ない感じか。お、ボムで倒した。お、倒した。仲間とカバー、オッケー、ナイス！味方、ナイス！これがスプラトゥーン！この、みんなで戦う感じが、スプラトゥーンです！おいで、みんな！頼む！助けに来て！よし、ここでバリアを張れば大丈夫だ！バリアを張れば！みんなバリアを張ってるから今チャンスだぞ！バリアを張った！よし、ウェップアウト！
このまま塗って、どんどん前に出よう。もうバリアを貯めて、どんどん、バリアが意外といい感じに、オッケー。イカロール完璧、オッケー。来るな。やべ、こうする。あ、くそ、やられた、うまい。なんか、うまかった、今。バケットスロッシャーの弾が飛んできました。いや、結構頑張って、前に持ってったので、これでもスーパージャンプはね、あんまりね、味方の飛べるんですけど、行き過ぎると、やられてしまうので、あんまり飛ばない方向で行こうかなと。オース、ウルトラショット来て、味方飛んできてるから、これ守りたいんだよね。これ守っていきたいんだけど、当たらないな。この人倒したい。倒した、オッケー。上に敵いて、スプリンクラー壊して、やばい、風呂がなんかめっちゃ攻撃してくる。待って、これ風呂やばい。風呂やばい。よし、これ溜めて。なんかジグンめっちゃ塗られてない?これ、なんだ?あ、なんかいる。ナイスナイス。これ飛んでくるのをしっかり。オッケー、ボムで倒した。あ、オッケー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 、ナイスナイス。前出るわ。ここで張ったからみんな。みんな来れるよ、今。バリア張って、今、押さえてるよ。みんな来れるよ。オッケー、ナイス。ボム投げとく、ボム投げとく。これ上登れないのかな、この。これで。これ無理な。ああ、なんか早くなった。早くなった。で、エナジードリンクもらった。エナジードリンクでどんどん早くなる。マザイを決めていく。やった、勝ったんじゃない?勝ったよね。勝ったよね。あ、わかんない。でも敵陣地塗った。イエーイ!ちょっとランク上げたいのに回線落ちたせいで、全然ランクが上がらない事件。ありがとうございました。楽しい。楽しい、普通に。私が来たって。オールマイトじゃないか。はい、間違えしました。ザトウマーケットよろしくお願いします。お願いします。しかし、みんなもう寝ないでようやるな。もうね、1時になりますね。俺ずっとぶっ通しでやってますけど。え、水に落ちちゃった誰か。大丈夫か?落ちた人に大丈夫かは煽りな気がする。あ、飛んできた。早っ!待って、復帰早いね。よし。周り塗るから待っててな。てか味方がスペシャル使ったって分かりやすいですね、今回。なんか出てる文字みたいな。お、ボム。いい感じで。なに?待って、ボムが、バリアに当たってやられちゃった。味方のバリアか、これ。残念だな。まあ、こういうこともあるさ。人間なもの。ごめん、イカでした。イカでした。ちゃんと塗りましょうか。しっかりと。まあ、味方が、結構グイグイ入ってるな。え、カニちゃんになった。ね、カニちゃん。カニちゃん倒せんのかな、後ろから。あ、倒した。カニちゃんゴリ押ししたら倒せたぞ。カニちゃんに、カニちゃんに突っ込んだら倒せたぞ、今。いいのか?カニタンク。あれで。なんか悪いな。カニちゃんは突っ込めば倒せることが判明。よし、ボムを投げます。あ、ボム入った。これさ、これでなんかさ、いけそうだけどね、上。登れそうじゃない?頑張れば。無理かな?あー、ばあ、やめて。入ってこないで。オッケー、大丈夫。いけ、ボム。あー、待って、後ろ下がってなきゃ、これきつい。ちょっと周り塗って耐えたいな。マサバ海峡の方が戦いやすさはあった。これ味方守るためにボム投げといて。オッケー、味方が生きてた。しっかり味方のスーパージャンプ見とかないと。あ、なんか、ラッキー。うわー、危ない危ない、今危ない!敵どこ?正面から来る。よし、ここで一回バリアを張って。バリア強もういいや、無視しよう。敵陣地塗ろう。今のバリアめっちゃ強くね。使い方を学べば、本当にいいですね。来るかな?来ないから、ここ塗っときますか。来るな、俺今隠れてるからな。隠れんぼ中だ。あ、隠れんぼもしたい。ごめんね隠れてたの。俺はずっと隠れてた。で、敵陣地にボム投げとくと、思ったよりも濡れるし。これ。リスポーンで消えることもないからね。めっちゃ光ってる。
やばいね、これでもバリアンもう溜まるぞ。お、味方戦ってる。お、ナイス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 。ここで、塗る。あ、ボム入った、やった、強い。あ、エナジードリンクちょうだい。俺これバリアあげるから。エナドリ、エナドリ。エナドリ好きだわ。これランク上げるかな？次の動画からは、違う武器も使ってやっていけたらいいですね。ありがとうございました。めっちゃ楽しいやん。ずっと金なんだけど、バトル塗り、注目された時間も1位やで。嬉しいよ、これ。大活躍しました。ありがとうございました。てか、目の色、なんかみんなピンクにするんやな。似てるな。イエーイ。上がるかな？あーと一戦足りない！しゃあねえ、やるしかねえ。はい、お待ちしました。ザトウマーケットよろしくお願いいたしまーす。次のこのバトル勝てば、なんなら負けてもランクが上がるということなので、最後のバトルにはなってしまうと思いますけども、でも、僕は、楽しんでやっていきたいと思います。まず、このカートを気になるので、落としていきたいと思います。無理ですね。落とすことは無理だ。無理なので塗ります。味方に迷惑をかけないうちに早くどんどん、行かないと怒られちゃうんでね。見てる人にお前は早く戦えと。確かに僕が悪い。今ので負けたら僕が悪い。サメちゃんサメちゃん強い今の待って何もできなかった。今のサメちゃん強すぎて何もできなかった。逃げれなかったよ今サメちゃん。すげえなあれ。やっぱ強いね、あのスペシャル。俺も使いたいんだけどな。まあ、バリアもバリアで強いし楽しめてるのでいいんですけど、塗っていこう。やっていこう、塗っていこう。しっかり塗っていこう。自分は塗り返せるな、これ。結構塗り返せるので。まあ、バリア危ないよ。危ない、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 死にかけた。このバリアあんま無意味だったな。しゃあないですね、これ。お、なんか誰か倒したね。やばい。ちょ、待って待って、また、また、またサメちゃん来た。またサメちゃん来た。危ねえ、今の。あ、なんかいる。痛い。また3落ちした。うーっとあぶ、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 あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。生きてる、生きてる。生きてるっていいですね。今めっちゃ危なかった。待って、めっちゃ敵いるよ、あそこ。大丈夫？うわー強い！なんだこれ。え、プライムシューター強かった今。3発で一気に死んじゃった。やばい、まだ1分あるから大丈夫だ。1分あるから大丈夫。ただ、焦らず行こう。相手のスペシャルとかしっかり見て、もう何があるのかわかりませんが。あー、やられてる。バリアは一応あるんで、バリアは。ボムだけ投げとく。オッケー、ボムで倒した。これいけんじゃねえか。これ壊せるんじゃねえか。これ、カニちゃん。カニちゃん。カニちゃん、オッケー、カニちゃん。オッケー、オッケー、オッケー。オッケー、出した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 、しっかり出した。あ、サメちゃんサメちゃん。連続で続けてきる。オッケー、出した、出した、オッケー、オッケー、オッケー。うい、ボムだ。いい感じに。いい感じに、ナイス、ナイス、ナイス。うまい、うまい、みんなうまい。いいよ。あ、で、ピンチついた、ピンチついた。あと25秒、25秒、25秒。しっかり行こう、しっかり行こう、しっかり守っていこう、しっかり守っていこう。俺ここでなんとか。俺なんとかする。相手ピンチついてる間はここで俺ずっといる。いや、ガード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 。オッケーオッケー、つう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 。オッケー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 。それ危ないぞ、ボムある、ボムある。危ない危ない危ない、味方危ないよ。抑えろ抑えろ。オッケー、出した出した出した。いけいけいけ。よし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 。よーし！逆転！逆転による逆転で勝ったんじゃないか？お！やっぱザトウマーケットはスプラトゥーン2にやったからね。楽しかったですね。ありがとうございました。スーパー楽しかった。これランク上がるかな？ついに。ついに新しい武器が使えるようになるのかな。ふっふっふ。ありがたい。来たー。来た来た。やったー！これで武器屋さんが解放されたぞ。一回ロビー戻ってみるか。あ、見て。ちょっと活かすやつになってきた君。元からだと思うけどな。ギアショップには行ってみたか。店員たちが君の力を認めてギアを売ってくれるかもしれないぞ。ギアショップの近くにある雑貨屋でも何かいいものがもらえるという噂だ。
一度広場にあるギアショップや雑貨屋に行ってみよう。ギアってのはね、この服のことなんだよね。で今ね、つけてるギアが、一応見れるんですけど、この、なんて書いてあるの、高電動エンペラとか、サキイカホワイトとかいっぱい書いてあるんだけど、これが、ギアなのよ。で、このギアを、変えることによって、その、まあ、若葉シューターとか、インクの、なんだろう、タンクの量っていうのかな。まあ、いろいろ、恩恵が得られるんですけど、これはまた、どっかの動画で、初心者さんのために、もしも、いたらね、本当にコメントください。ゆっくり教えられたらいいなと思います。それでは、本日は、この辺にしておきたいと思います。とても長い動画になってしまいましたが、超楽しかったです。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、よかったらよろしくお願いします。じゃあね。